Welcome back to the Breaker のトリガー。よし、次はね、ティラン城に魔をぶち倒してからティラン城に乗り込んでアザールをぶち倒す前っていう、そこまでのあれな。そんな感じでやっていこうかい。さて、何のエンディングだ。めっちゃシンプルだね。クロノ、お、こういうあれか。クロノ、クロノったらなんか衝撃的な展開が来るんだよ。おお、いつまででいいかもしれません。これやったな、やらかしたな。リーナの彼があんなに気持ちよさめだってる。どうせこの人見つけなかったでしょ。まあ健康性なの忘れるのは仕方ない、無理ないけど。あまり調子乗って早すぎすぎるんじゃないか。ちょっとあれだ、かなりちょっとさっき油まくっちゃってすごい、そっか勝つのはあんねえもん。いや、わかりなさい。はい、恐竜人が勝った未来か、これは。ディノポリスか。まあこれあれだね、リーン広場のあれだ、最後の方のあれだ。ほっ、なるほどね。やっぱなんかあるんだよ、可能性とか。まあ、パラレルワールドってか、まあでもあれだな。まあこの場合も歴史を変えてしまった。歴史変えたっつってもな、何が起きたの一体。ダボス倒したから、恐竜人倒してないもんね。あーなるほどね、恐竜人。そうだね、クロノたち助けなかったら多分あれ、多分エラーたちが負け食べた。おそらく人間側がやられてしまって、それでまあそうだね、人間は途絶えてしまうのか。でそこからもう恐竜人だけど世の中に変わっちゃうんだな。これかなり衝撃的だね。これあと恐竜人しかおらんや。もうこの世界がもう当たり前みたいになってるんだね。マールとかルッカもみんなあれじゃん、あんなふうになってるのか。なるほどね。なんか音楽はすごい、なんかもうフィナーレっつうか、なんかもうすごくもうハッピーエンディングみたいな感じになってるね。どうなんだろうね、それはありなのかい。僕には分からないけどね。はっ、違うか違うのよ、そろそろはってくれ思ったけど違うんだね。うわ、はあ、あーそうだね、恐竜人の一人があれだもんね、あえてなんか走ったもんな。あーてかあれグレンじゃね、色がグレンだよね、違うか。てかマモいるね。マモと恐竜人は何の関係があるんだ。マモってあでも マモもいるよな、ね、現代おるし原始にもおるしな。まだ未来にいないのか。謎だね、結構謎のモンスターいっぱいいるよな、クロノトリガーは。あ、じゃあこの二人があれか、クロノともあるか。今金の色は変じゃなかった、違うかったか、気のせいか。あれ元々の金の色って何色だっけ。紫っつうか、なんかああいう色だったけど、濃い色っつうか。俺も黄色ってイメージがあったんだけど、気のせいか。ちょっと後で見てみるか、ちょっとだあ、マジか、これはこれで恐ろしいエンディングやったな。もうちょっと暴れすぎた。うわーっつー、うー、あ、アザーラさん、お久しぶりです。めっちゃ笑ってる、アザーラすげえ、なんかあら、こんな終わり方でいいの。なんだ、いけますと、こんな終わり方でいいのか。 Find out、 いや、できねえよそれは分からないよ、誰にも分からないよ、それは。何も先に進まないっぽいんだよ。じゃあこれ一旦切るかい。さらなら4人を持たれて戦争中。